クラフトじゃない。あー、ゴーカファルは一匹入れとこうか。じゃないとね。とりあえずあの65が1匹いるだけでだいぶ楽だろう。ちょっとストライクに休んどいてもらおう。で、コイルと。よっ。報告。正確に言うと報告っていうか、こっちと図鑑の方なんだけどね。6、8、8。格闘タイプの技は今とかインファイトぐらいしかないんだよな。で、空を飛ぶゲットしてね、いろんなところを走り回りたい。あそこ行くの？ニューラ登れんの？すごい滑りそうなんだけど。あ、登れるわ。大丈夫だ、問題ねえ。うん、問題ないな。えいっす、着いたよ。タミナカ、ご苦労さん。わが止まってた。さて、どっち？そもそも、千里眼って本当かな？なんか知らん。連打してたら、勝手に決めちゃった。さあ、最後は、キスタキ神殿、追いかけてきてね、と。楽しい、楽しくない。どっちなんだい？ね、筋肉かな？遠っ！めちゃくちゃ遠っ。これなんかない？ある。雪玉、あ、雪玉初めてか。まあ、せっかく高いところまで来て。あ、でもね、空を飛ぶ覚えたらそんなの気にしなくてよくなる可能性もあるな。画面端だ。何も見えない、やめて。うん、これは空を飛ぶ覚えてから探索した方が。ああ、クロバットいる。明らかにいいよ。間違え、びっくりした。おう！ルカリオ！レベルチェック。70！ じゃあの。ちょっときついかな。あー、でも65のゴーカザルならば、十分勝てるね。怖い。雪山で修行してんのかな、あのルカリオ。で、みんな大好きルカリオさん。
ソラ、おー、エレブルか、エレキブルじゃないよな。あ、エイパムの進化がいる。雪の王もいる。そこまででもないな。お、オレンの実あんじゃん。これはいけるか。エテ坊主くん、普通のエテ坊主ならやばいと思う。力技ドラゴンクローで一撃だろう。レベル高すぎる。ちょっとレベル高すぎるんちゃうか。親分でもね、普通の雑魚だろ。ちょっとレベル高すぎと。なんかピンク色の怪しいやつが、ベロリンガか。ベロリンガはなんだっけ、ノーマルだっけ、ノーマル単だっけ。ちょっとコイルで、いや捕まえたいね、レベル高いな、捕まえたいな。興味ないね。何なの。興味ないね。本日2度目。泥団子は関係ないね。雪玉は関係ねえな。やるか。とね、ベロリンが寝ているところを格闘タイプで倒したがあるんで、格闘タイプで倒すか。ゴーカザルにインファイトを覚えさせてぶん殴ればあるわ。しかも冬打ち勝ったな。第3部か。でかっ。強すぎる。
いるいる。やりたい放題。なんだここは、落とし穴だ。やれ。さらに救助。向かうべき場所と全然違うってめちゃくちゃ遠い。まあせっかく来たんでね、入ってみますか。降りれるかな。こっからかな。実は思ったより高くなかった。あれ、ダメなのか。今のは辛い。ちゃんと。ムーマだけでも1体欲しいんだけど、まあしょうがないか。ムーマは逃げる方のポケモンだな。で、空を飛ぼうね。取りに行こう。746m。ところがどっこい。早いからね、何の問題もなく駆け抜けることができる。見た感じ、この左側から登っていかなきゃダメ。白で明るくて目が痛い。お、マニューラグライ。飛べると楽だなって思っちゃうね。まだだいぶ、ああここかプレベースのとこ。
これ、チャンス。フェザーの方がいいのかな。ワシボン。しかもレベル52だから即進ができるよ。バスラオ。バスラオは逃げるぞ。ここもしかして、H 子だ。いや、ダイパーやってたらわかると思うんだけど、あれだね。輪っか内のあそこだね。どうたくん、どうたくん。で、氷の神殿の地下は、いるのかな？結局俺は復活させなかったんだけど。レジロックたちが。レベル上がった。さあ空を飛ぶ、くれ空を飛ぶ。なんか知らない人いる。はーい、あざとい。旅は道連れ弱な先、ね、入れるようにしてあげたからもう少しだけ追いかけていってね。鬼ごっこ楽しいと思ってる？楽しくない？さて、どっちなんだい？わさびさんの話聞きましたよ。いいって言うんであれば。ああ、そうだったね。ダイパでもいたね、入り口に。最上階？